やほい、はい、おはよう。さあさあさあ、うん、今日は、はい、ジャック、ジャック、おい、そして孔明さん、そう、あの先週、そう、今日誰来てほしいのって欲しいのってジャックくんと、あ、マジか、まあ、孔明さん、うえい、もう呼んじゃったから、うえー、ありがとう、あるから、ね、あしゃあ、そうだよ、うん、で今日は孔明さん、なんかありますか、うん、何が、何が、まあ、いろいろ、もういい、もういいから、いいから、もう、なんか、いや、俺ね、前回出た時に、LINE の ID が出てなくて、俺出てない時に ID が出たから、そっかそっか、もうこれ、もう今は嬉しいですね、あ、今は嬉しい、そう、あるから、そう、友達来てよかった、本当に、すいませんでした、そうだね、これ逆に、うん、LINE 来た人います、来てない、来た、お、おお、みんな LINE こう書いてあるからしてね、ここ、ここ、あの、ほんと、あの、嘘なんだけど、ほんとすみません、それは嘘でした、ほんとここしてね、LINE、そう、あのさ、一回これやってみたかった、やってみたかった、ここに、ここにクリック、クリックしてもしょうがしゃあないけどな、しゃあないよ、そう、なんかあのさ、ま、な結構さ、歌舞伎で、あの、ニコ生見たよって言ってくれる人いるんだけど、LINE 来たこと、あの、俺一回もないから、いや、悲しい気持ちになるから、それなるから、それは本当にお願いだわ、そう、うん、LINE したよ、LINE、本当だよ、そう、クリックってない、クリック、クリック、おはようってクリックにしよう、乾杯しますか、とりあえず、おはようか、おはよう、どうも、始まりました、おはよう、おはよう、おはよう、と、よいしょ、よいしょ、はい、声でかい、ねえ、はい、はい、じゃあ、じゃあ、じゃあ、今日はまあ本当に送っていいの、いいんだ、いいんだ、送れ、送れ、いつもと変わらず、皆さん、なんか聞きたいことあったら、うん、そうだな、ガンガン言ってくださいね、 お題の方、うん、おー、ちょうだいちょうだい、はい、リクエスト、リクエストね、そして、あ、もうすでに、間違えてメトロプラザ違う方へとなって行ってもう、行ってもうだ、ね、孔明さん行け、孔明なんでなくらいわんわん、孔明なんでなくらいわんわん、孔明な、いや、孔明さんすごい人だから、あんま伸ばしてないで、ほんとに、ほんとにいい人だよ、ほっとんだから、ずっと尊敬してるから飲ませないで、マジで孔明さん飲ませないで、孔明飲んでるくらいわいわ、孔明飲んでるくらいわいわ、孔明飲んで、ふざけんな、マジやめろ、ふざけんな、ほんとに、ほんとだよ、ふざけんな、ほんとだめだよ、これは、飲ませるやつは誰だっつって、ダメだぞ、お前自分で潰れるかもしれない、ふざけんな、そう、あ、なんか開きましたぞ、ふざけんな、はいよ、はい、来ましたよ、はい、よっしゃ、掃除できない女の子と料理できない女の子どっちがいい、俺、タイ、はい、はい、じゃあ行っていいですか、はい、どうぞどうぞ、タイガは、なんか普段は超ツンツンなのに、ツンツンで、もう料理もできないのよ、もうしないから、で、いやもうほんならごめん、やーとかーとか言って、もう全然もう嫌がってんの、なのに、朝起きたら、あーもう買ってきたけど、どれがいいみたいな、あ、じゃあこれで、みたいな、あ、ありがとうって感じ、大した面白くねえこと言いやがってよ、しょうもな、大して面白くねえインターソナルだー、孔明さんいじめ、タイがうるさい、やめろ、孔明、タイがうるさい、孔明さんいじめないで、大した面白いこと言うわ、やめろ、やめろ、孔明党じゃねえわ、孔明党じゃねえわ、孔明党ってね、そっちじゃねえわ、孔明党みたいな、しかも字違うから、でも、え、これどっちがいいですか、孔明さん、掃除を、うん、できない女の子と料理できない女の子、ああ、ね、ああ、そうそう、いやー、どっちだ、料理できないのは、まあ俺、するからいいかな、ああ、そう、今度の料理うまい、料理するもん、よくするするする、やっぱね、女の子も料理しちゃうからね、タイガなんでなくらいわんわん、タイガなんでなくらいわんわん、なぁ、ね、ちょっとその、いいね、久しぶりに言えたね、言えたね、うん、ジャックはじゃあ、ジャックは、うん、料理される側だから、される側、おお、おいしいかもね、俺ね、うん、食べられたらおいしいかもね、される側やからねじゃあ次俺じゃあ次ね、次ね、このハトの人、逆に言うと俺掃除めっちゃ好きだから、うん、あ、そうだよね、そう、正面だ、孔明さんと逆で料理ができないから、うん、だから絶対俺はか、優しい人がいい、あー、すごい潔癖だもんね、すごいもん、だって昨日タイガがグラス、まずツッコめや、コーラがあって
突っ込めや。どっちが家か聞いてるの。俺もいい。もううるさい。もううるさい。もう。はい。前は。あるから。うん。ね。ああ。ああ落ち着いた。そんな態度は大好きだって。誰よもうありがとう。いいだろ。来週は料理持参でとか言って。あ、料理ね。あ、じゃあいいね。これ超いいよ。だ、あの来週はそれぞれの料作った料理を持参します。あ、いいね。うん。いや、でも来週から楽しい。料理作るで誰が食べる？あの、まあそれ見せる。それ見せてから俺たちが美味しく食べる。そう、ジャックが美味しく食べる。俺か。俺一人だよ。でもジャック、ジャック田中美穂、田中美穂みたいな、田中美穂。そんなそんな。この子本当にタイガに食来枕されてやめろ。どうやろお前。いやマジで。カズ君バリア良かったよ。バリア良かったよ。あのねちょっとタイガ、タイガにジャックにそれ超レアだよそれ。タイガ男前やな。まだあの来週もしてあげるからそれは。それはすごいな。そうね。ジャックが痩せてみる。タイガアフターシェアで有名なんだ。ロングショート来た。ロングショート。ロングショート。タイガ声でかい、声でかいっつってね。ごめんごめん、頭も掃除したと思うねっつって。ロングショート行きましょう。ロングショート女の子ってこと。ジャックどっち。ロングとショート。ショートヘアが好き。ああ、そう。どっち。タイガね、ボブ好き。ボブショートだね。俺前はロングが完全に好きだったけど、最近ね、最近ショートが全然いいなって思う。なるほど。そうだよ。これはもうあの聞けよ。俺に聞けよ。ああ、ズルム、ズルム系。そうそうそう、じゃあ俺が、そうそう、まあどっちにしろ髪の毛あったらいいな。誰がハゲやねん。ズルム系ないかい。それあるかい。どっちがいい、どっちがいいの。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 髪があったらそれでいいと思う。あ、そうだよ。もう愛も恋もない、髪さえあればいい。髪さえあればいい、疎ましく思えると。そうだよ。なるほどね。はい。タイガ、ジャック、タイガ声でかいけど、ジャック顔で、もう最悪、もう顔でかいか、俺。じゃあ、ショートにしよう。遠近法だからね。切る髪あってごめんとか言って。あ、髪降臨してる。いや、ちょっと髪降臨してないですよ。グイグイグイ、コーメイ飲んでなくないわよ、コーメイ。ちょ、コーメイさん、本当に大先輩だから飲ませないで、あんまり。よくない。逆に、逆に、今この枕の話になったから、エッチして、興奮した場所みたいな。場所？場所？なんかあるじゃん。ああ、自分的な場所。場所、場所、あの、例えばホテルとか、外とか、そういう話。外とか、野外とか、あるでしょ。みんな若い時、誰でも経験する。ああ、なるほど。ある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 。どこがよく、なんか思い出の場所ある？あの、葛西臨海公園の、あの、あれ、あの、観覧車のてっぺんで行ってしまった。キモい。グイ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 ノブキのグイグイグイ。これ本当にさ、普通に聞いてマジキモくなかった。それマジで良かった、それ今の。これちょっと、いや、観覧車の上だったらよかった。なんかもう生々しいよね。いや、マジだった。葛西臨海公園言わなかったらよかった。これで大体みんな葛西臨海公園の観覧車乗れなくなった。嘘だよ、嘘だよ。てっぺんで行ったっていう頭の中で、もうじゃあ葛西臨海公園かなと思って、あのダイヤモンド愉快、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 飲んでよくらい、愉快、愉快、飲んでよくらい。お前だいぶギラッチやな。そうやな。いやだいぶギラッチやな。ギラッチしちゃってるから。だいぶギラッチ。うん。あ、そうそう、来週ね、時間変わっちゃうから。あ、まだ決まってないけど。そうそう、発表予定は。まだちょっと待って、これまだ、うん、あのナイトチームさんにも言ってないから。あ、そうそう、決まってるやつなんだけど、なんと来週もあるから。あるから、あるから、来週もある。これ日曜、あの、もういいっすか、言っちゃっても。オッケー、オッケーさん行きました。オッケーさん行きましたよ。ね、ちょっとつないで、今出すから。あ、オッケーオッケー。うんこ、うんこ、うんこ。なんでだよ、違うじゃん。うんこじゃないよ。うんこ、うんこ、うんこ。一人でだって無言で飲んでるもん。よし、もう、すごい喜んでくれているから。何時ぐらいが見やすいの。あ、これどっちか。何時ぐらいがいいか、そう、何時ぐらいがいいやろ、やっぱり。聞いちゃう、それ聞いちゃう。リスナーさん聞いて。2時とか、1時とか、はたまた、ね、いろいろ。もっと早い時間がいい。早い時間がいい。なるほどな。どんくらいがいいんだろう。なら、うん、全然出てこない。ずっと消えてもね。全然出てこない。あー、いたいた。おしおし。月曜日の、月曜日の2時45分から、2時45分。日曜日の1時15分から。サンデーナイト。あ、あー。1時15分はね、
まあ結構カツカツしてる。1時15分でも暑いっつってね。暑い、激熱の時間帯よ。暑い、うん、暑い、ほら暑い、早い、ほら暑い、早い。どっちがいい、どっちがいい、どっちにしましょう。タイガ決めちゃっていいの。大分お1時、いや1時多いね、1時多いから。タイガ決めちゃっていいの、うん、いいの決めちゃって、タイガ、うんうん、いい決めちゃって、うんうん、大丈夫、ね、じゃあね、うん、やらない、やんないか、やんない。ちょっとびっくりしちゃった。今すっごいさ、すっごいなんかもうやらない、なんかあったのに、あったのに、そうなの、ああ、ちょっとびっくりした、本当にやらない、やらない、うんうん、そう、やらないんですいませんでした。すごいびっくりしちゃった今、ありがとうございます、うん、ありがとうございました。今まで1ヶ月ありがとうございました。もっとね、もっとコメントでやってみたいなあればやる、そう、あれば、そう、あれば、あれば、もう誰かバンバン使えばやるんだから、そうそう、あ, あんまやってか来ない、早い方がいい、やってよ、やってくださいお前別にお前ら別にやんなくてもいいぐらいの勢いで来てるやろそうやろ、やる分別に言わなくていいっすよ、別に私別に見るものめっちゃあるんでみたいなはい、終了です。はい、終了じゃねえわお前、誰やか打ったやつ終了、やれえで、やれえじゃ、あ、なるほどね、オッケーオッケー、おおおお、結構やってみたい多いから、じゃあ、結構やって多いから、やりません。尺ばっか取ってほんまお前大将もらえないことばっかして言わないから、もう勘でない、びっくりしちゃった。いや、やるから、うん、そう、やるから、うん、やろう、やる、やるんだよね、やるよやるよ、やるよ、時間もう言っちゃった方がこう今ほら来週見やすくなるから、そう、時間何時がいいか、うん、さよなら飽きたよ、さよなら、こっから、こ結構今なんか見えないけど見えたから、もうさよならって見たから、本当にやったな、やったな、さよなら、1時15分で見えない、見えない、そう、結構ランクアップしたから、うんうん、日曜日の、うんね、1時15分、うん、来週から、うん、来月から、うん、これ決定しちゃっていいですかね、じゃあやることになりました、よいしょ、生放送で決まる感じ、そう、やっちゃうから、とりあえずタイガに一番乗りで LINE した子は、うん、今日月サービスしちゃうから、今日月サービス、おお、一杯一杯一杯一本じゃなくて一本。一本。おお。よ。一回目、今一回目ラインした人。そう。なんと。なんと。なんと。今日月一本サービス。サービスしちゃうから。一本。でも、うん、あの指名してね、指名してね。それはね、それはね、あのリアルな感じだよね。高めにつくけど。やぶ。であるからね。あるからね。おいしょ。まあ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 。まあ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 ね。じゃあね。さ、次3月2日の営業、ね。お、2日になるんですかね、これ毎週日曜日、あ、2日になります、2日になった、うん、そう、はい、2日になった、2日になるんです、はい、時間変更、タイミング合わない、それはもうそうですね、その場合はちょっとじゃあ僕に LINE してください、そういうやつはね、そっちが OK ないか動画送るんで、そう、あの LINE してくれればね、まあまあ、もう広がる可能性もあるからね、帽子は裸エプロン好きって、どういうことや、なんで俺限定で裸エプロン俺限定で裸エプロンですけど、なんならもう裸エプロンやもんね、裸エプロン、なんなら裸エプロンやもんね、裸別に裸のキャップ、裸キャップ、裸エプロンいらんから、裸エプロン、裸エプロン大丈夫だよ、別に裸にエプロンは好きじゃねえから、うん、え、はい、ね、えじゃねえ3月じゃなに裸エプロン、裸3月か裸エプロン出ます、出ないでしょ、出ない、そう、もし裸エプロンはまだいいけど、俺ハゲ取るから、じゃあさ、お来たの？来た？はーい、お願いします、復活音来た、来た来た、音声来た、おっしゃみんな、ただいま、あれ、いた？いる？おっあれ、いる？おっしゃ、来たわ、パチ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 、よいしょ、おてくれね、最近やっほー、あいさかタイガのオッケーでーす、 CM 入れちゃうからね、 CM でーす、自分で買いかけてんじゃねえのか、開かないドアない、売り上げ上げるための全てがここにある、考えてる時間がもったいない、お前の気持ち一つだ、じゃあどこで働くの、エースコレでしょ、さあエースコレーションで働こう、のことを考えて
今僕はしています。でもね、筋でラブできるってだけじゃないから、終わらないエターナル寂しさをでなぞるよ。土曜はクラブパール7時。私だ。いやどうも。いやどうも。おいおい。というかね。あ、どうもです。まあいろいろありましたけれども。でしょ。ああ。あったけども。ごめん、なんかいろいろなんか不都合があって。そう。やってしまったから。やっちゃった。やっちゃったんだから。やっちゃったー。そうそう。だからね、いろいろ大変なこともあって。でしょ。そう、これはもう誰を責めるわけでもない。うん。責めるわけじゃないから。もうね。うん。ピリピリしちゃった。そうそう、あるよ、何があった、もういろいろあったんだから。そうそう、音の事情ってやつだよね。そう、音の事情があったから延長ちょっとしたみたいやから。そう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 、じゃあちょっと見ててよ。サービスサービスとして投げ中するっていう。うん、そうなんで。そうそうそう、サーバーの方がね、もう問題があったから。サーバーなんでね。そう、延長特に変わったことはない。あ、そう、特に変わったことなくて、じゃあ普通に飲んでた感じだったから、もうだから寝ちゃってでもいいのかな。よかったっつって。おか、ありがとう。寝ちゃった人もいるけどね、ほんとそれごめんなさい、ほんとに。せーのっつってね。うん。ただいまっつってね。ごめんなさいね、ほんとに。そうそう。うん。で、もう、一回じゃあ、乾杯しますか。乾杯しますか。うぃー、乾杯。うまい。で、今から仕切り直しあるから。仕切り直しあるからね。うわー、うまいわ。そう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 。うん。起きてた？ありがとう、起きて。ありがとうね。あ、よかったわ。やはりね、あの、椎名桔平。椎名桔平。桔平飲んでるくらいはあるわ。桔平飲んでるくらいはあるわ。さすが、ほんと。一番いい。一番いいんだから、もう。そうだよ。一番いいんだから、一番いいんだからね。ある意味面白かったよ。大河に免じて許す。ありがとう、本当にどうもありがとう。本当にね、嬉しい人ばっかり。本当だよね、みんな優しいんだからね、やっぱりね。本当、もう本当、リスナー様々だからね。そうだよ、ありがたかった。そうそうそう、みんななんか起きてくれたよな、ありがとう。ありがとう、本当にね。やった、来た、パチパチパチ、どこの店ですかっつってね。あ、リップリップ、リクラブリップってところですね。キッペイケメン、イケメン、キッペイケメン、キッペイケメンだからね。寝ようかと。あ、ごめん、起きて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 、ごめんごめん。初見です、どうも初見さん、いらっしゃい。どうも、いらっしゃい、いらっしゃい。椎名桔平、地元一緒。あ、タイが待った、本当ありがとう。タイが待ってた、待ってたね、ハード入ってたね。すごい人なんだから。すごいね、本当にね。すごい人、本当に。すごい人、本当もう嬉しいんだからもう。やっぱね、見てくれてね、すごいね、感謝しまくるからね、本当にね。ありがとう。飲んじゃうんだから、コウメさんが。そうだよ。ハゲの。そうそうそう。ハゲの頭。どこいる？ハゲ頭いる？いや、分からん。分かんないね。ハゲ頭いる？分かんない。うん、いる？うん、分かんないけどね。トサカ。トサカ、トサカどこ？分からん。初見、初見さんいらっしゃいね。リッサに行ってる。タイガー、タイガーね。リッサ、リッサ、リッサ、リッサ。椎名桔平。俺はあの田中美穂。自分で言っちゃったね。自分で言っちゃったから。ちょっと恥ずかしかった。ちょっと恥ずかしちゃった。いないよ。あれ、いないよ。イケメン、イケメン。リッサいない、リッサいないよ。俺はいない。うん。なんか映ってる？あ、まあまあいいか。まあいいや、まあいいや。タイガーラブ、ラブサブ。そうかそうか、ありがとう。よかった。本当にね。左から2番目、何くん？左から2番目。こっちから見て。お、タイガだよ、タイガよ。タイガよ。そうそう。おはよう、おはよう。モデルだからね。もうタイガ大好きだ、バカ。これね、これ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 。ありがとう、ほんとに。タイガ。タイガ。あ、もう嬉しいんだから、もう。うん、ほんとね。うん、なんか見事にね、声でかい、デブ、おい、デブだ。おい、デブだ、俺はデブだ。あ、ぽっちゃりだからね。でもこいつハンバーグって時はめっちゃ可愛いからね。ハンバーグってめっちゃ可愛いから。いやいや、もう突っ込めよ、バカ。あ、いる、あ、あ、あ、いや、ハンバーグ食ってる時、マジで。ハンバーグの時はすごい。ハンバーグはめっちゃ、もうハンバーグね、みんなで一緒に食べたいね。ハンバーグね、ハンバーグ。ハンバーグ食べたい、ほんとね。大好きだから、ハンバーグ。ハンバーグね。ガチムチ、マシュマロボディ。大学イケメンっぽいっつってぽい。ちょっと待ってよ。あ、ちょっと待って。あれ、ラインしたい。股間レインボー。おい、ちょっと。お前5分も経ったらな、このくだりももうおもろなくなってんねん。はよいじれや。股間レインボー。どこで行こうかなと思ったんだけど、股間レインボーが誰か言ったわ。股間レインボーめっちゃ。股間レインボーやと思った。ハンバーグ作ってあげたい。作って。コメントどんなん来てた。めっちゃボコボコですね。股間レインボーじゃねえよ。もうこれお前、もう見て見て、もう脱いでますやん。
ハゲてますやん。ハゲてますやん。いや、ハゲが今ハゲてないですやん。ああ、なんかほら、なんか。ハゲてますやんね。うん、うん。もうちょっとね、すいません、いろいろとね。そう、いろいろあったから。はい、ちょっとね、僕がちょっとハゲの下りやった瞬間にまさかの切れるっていう。そう、なんかバン食らっちゃったから。バン食らっちゃったからね。で、なんかコメントがなんか暗い中で、このと、この時になんか髪生えたらウケるっていうのがあって、まあ、いきなり生えたっていう。そうそうそうなんです。ハゲちゃったからね。ただコメントに裸にベストでいけそうだ。こういう人は、でもね、これめっちゃ面白かったのが、画像止まってから10分ぐらい、うん、いや5分ぐらいか、そうそうそう、ここ必死にみんなめっちゃ喋ってたからね、これめっちゃ喋ってた、めっちゃ確かに喋ってた、5分ぐらいめっちゃ喋って、うん、めっちゃウェーイってなって、うん、めっちゃ盛り上がってたら、うん、あ、すいません5分前は切れてますみたいな。もも毛が痛いよ、もも毛が。うん、ほんとね。裸プルプル。もも毛痛いよ。股間レインボーハマった。大学で LINE したいだって。してしてよ、ほんと。誰か一人でもしてよ、ほんと。誰かしてよ。と、うん、いうことでね。うん。はい。股間レインボーはマジでハマったわ。ジャックなんかないの？お題拾って。はい、ね、うん。ちょうだいちょうだい。シュンくん、シュンくんね、どかた帰り？そう、なんかこれよく、よくなんか仕事終わったらこうなるから。そう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 、なんねえだろ。大学の髪型大好きだってね。ほんと、うん、これ、うん、そんな良くないだろ、これ。うん、ほんとね。ほんと、大学は大学今送っていいっつって。いいよいいよ、送って送って。じゃあさ、全員がさ、その LINE どれだけ来たかっていうの。ああ、そうよ、次来た時に、そうそうそう、次 LINE どんだけ来たかをやりたいから、めっちゃ送って、うん、そうそうそう、次俺ら勝負するから、ね、そうほんとね。俺らっていうか、なんでお前勝負しとったの。お前は勝負しねえ。どれだけ、LINE 誰来たかっていう、何人来たかっていう。いや、なんで同じこと2回言ってんの。大事なことなんで。大事なことだ、大事なことだから、ハゲ取るやないか。いや、髪生えてるよ。そうやな、トサカ、うん、生えてる。タイガアップって、ね、タイガブロック。いや、一回タイガのアップ行きましょうか。オッケー、行ったれ行ったれ。もう行こう。これね、やっぱね、一回タイガのアップ行って、うん、そう、うん、なるから。そうそう、なる。あ、これ入って欲しがりやな。欲しがりだな、うん、寝なくてよかったっつってね。誰が、うん、孔明さん LINE したいよ。じゃあ孔明さんのアップいけますか。これ孔明さんのアップいけますか。タイガに100万孔明さんのアップ入ろうか。いけ、ま、あーいけいけ、あーアップしてんの今。おあー、もうこの3人でいいっしょ、もうとりあえず、うん、いやもう、いや俺は寿司三昧やないかい。あのさ、これね、これ本当にこんなこと言うのもあれだけど、一回切れたせいでちょっと調子悪くなってる俺。一回調子悪くなってるから、一回締め直そうだよね。トサカのが面白いわ。なんでだよ、それでいいだよ。なんかわかんないけど、オークションみたいになってる。タイガに100万、私は105万とか言ってる。オークションみたいになってるよ。そう、半分プラス、半分プラスね。半分。お次あれ。いるな。残り10分ですよ。そんな価値もねえだろ。ハゲ取れないか。いや、ハゲ考えねえよ。ね、取れないね。取るから。タイガやっぱイケメン。コメさんっつって110万。はいはい。だね。すごいいい人いる。タイガイケメンってことすんごい嬉しいんだ俺。タイガブロック来たもん。あったわ。タイガブロック見たもん。タケノコノコノコニョッキッキ。誰がすんね。一ニョッキ。あれね、あれね。ニョッキ。ずっとやっとるやんかね。ニョキニョッキ。ハゲ取れない。いや。こっちの方が2つやないか。脇の方が、ね、髪型がもう、か、もうセットしたのに崩れるから髪が崩れるから崩れるからズル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 って。これあれやないか、お前あの北斗の剣で出てくる雑魚キャラみたいになってヤッハーっつってね、バーンあーでね、ヒデブルね、カツは取れて帰ってきました。安倍氏っつってね、俺らがね、うん、来週龍河君はっつって。いや、もう、まあ、量が出るよ、大河くん、大河くんっていうか、孔明さん、孔明さん、孔明さんっつってせんべい、せんべいっていうせんべいだな、パンケーキっていうかイントネーションがね、ハゲ、ハゲって5分くらい固まってた。はい、延長だよ。そうだよ、そうだよそう、だから、あ、そう、違うの。あ、なんかあったっけ。待って、幼稚園とかにさ、一番偉い、園長やろ、お前。はい、もうね、いやもうよくさ、なんかみんなでさ、おい、なんだよ、それ館長やろ。そうかいやいや、それはもうタケノコとキノコどっちが好き。ダチョウ140万かけ飛ぶぞ、タイガーで、この中で一番飛ぶなよ、マジ。入れる声飛ぶんじゃねえぞ、館長やろ。どうだ、何千身長やろ、それ。もうぶっちゃけ一番好きなキャストは何、おいおいおい、お前ら締めたのか。番長やろ。
いたこの下りそんなおもろくないみたいなことが今分かってる。そう、うん、初回行ったら大学についてくれる？ついてくる当たり前よ。じゃあ初回いくらか行ったらよ、お前。行ったらよ、なんかそうそう、なんか前4円だったんだけど、4円にしたんだけど、なんか4円ってあんまりなんだかんだこう、じゃあもう自分逆の立場だったら4円で行こうかなってなんか恥ずかしくて行けないから、うん、もう無料か1000円で行こうと思ったの。お、1000円？そう、どっちかで行こうと思ったんだけど、どっちがいい？初回まだ50円なの。そう、50円もいけるんだけど、なんか、まあ、25円だったらギリギリいけるみたいな、うん、あったけど、4円はさすがにもう縁起悪いって感じね。そう、1円縁起悪いからね。そう、だってよホストクラブ行ってもその金額じゃ4円なんてね。そう、この前言っとけば来たかもしれない、うん、あ、そうです、そう、うん、そういう冷静な判断ができない。そこは孔明さんに決めてもらう。仲良いキャスター、みんな仲良いよ。映ってないから今、つま先立ちだったからね。ちょっとよく、全部たぶん、お、待って、行くって来て、次に、あの、ちょっと拭いて、安すぎても行きたくないって。お前黙れば誰？誰？お前黙れば誰やねん。誰お前黙れば。1000円、5万、1万円と左の人、イケメン、名前教えて、一番左。あ、これジャック。お、俺はジャックさんです。どうも。ジャック、めっちゃいいから、うん、本当もう示してあげてよ。ハンバーグ持ってきてね。すごい。無料なら行く。タイガー面白い。無料で。じゃあ無料で来てね。無料でね。そうそう、普通に。そう、4円とか逆にだから、もう無料の方がいいんだから。そうだよ。そう。よし。でも、場内は1000円取っちゃうから、で、いいのか、いいのか。そう、いいですやん、それ。場内は入れませんやん、入れますやん。かけてますやん。ということで、じゃあ、無料でいきますか。はい。はい、ということで、レギュラーも決まったし、そう、どこ何ビルですか。何ビル？メトロプラザワンビル、地下1階、トラブリップです。うん。ハンバーグ持ってくるね。もうね、皆さんお待ちしておるんで、終わったら、はい、そう。また遊びに来て、そして来週も、みんなで、見てください。よろしくお願いします。ありがとう。寿司三昧、三昧、脇三昧。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。